You're listening to Shibuya Cross FM.名古屋プレゼンツ原賀奈美の渋谷トーキングスタートイエーイちょっとフライングゲットしたしちゃったねフライングゲットはい、ということで皆さんこんばんは名古屋プレゼンツ渋谷トーキング始まりました。この番組は毎月第2、第4金曜日の17時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りしています。番組は株式会社サンオフィスのタレントが楽しく元気に進めてまいります。改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。はい、改めて私から自己紹介させていただきます、はい、サンオフィス所属しているジェイドっていうアイドルグループで活動しています。黄色担当、福岡出身21歳の原賀奈美です。よろしくお願いします。お願いします。はい、続いてあゆみちゃん。はい、仙台出身の渡辺あゆみです。今現在宮城に住んでて今ちょっと通ってるんですけども、仙台がちょっと雨降ってなかったんでこっち雨降っててちょっと今日びっくりしてたんですけど、ちょっと頑張ってきました。お願いします。宮城からありがとうございます。はるばると。はい、今回サブ MC としてよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで最初のコーナー、はい、私たちの近況についてお話ししていきたいと思います。何、はい、かあります。何かあります。めっちゃもう何かっていうかもう現在進行形なんだけど、うんうんうん、雨降ってるじゃん、うんうんうん、で私結構雨好きなんだけど、さっき言ってましたね。そう、めっちゃ好きなんだけどめっちゃ、めっちゃではないめっちゃではない、もった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 、シーンみたいなアプリでテムってあるの知ってますか？うんうん、ありますね。流行ってる。それで、そうそうそう、それであのクラゲの頭みたいな形の、うんうん、頭みたいな頭のデザインした傘があって、なんだそれ。そんな、そう、そんなあったら絶対かわいいね、かわいいし絶対雨の日手上げじゃんって思いながら、うんうん、そう、めっちゃ欲しいんだけどまだ買ってないん。コンビニで買う透明のビニール傘の2倍した、うんうんうん、値段がそんな1本1800円。え、テムってそんななんか安いイメージだったけど、そうよね、うんうん、そう今流行ってますもんね。ね、そうなんですよ。で、そう、それで私今日すっごい想像してたのが、うんうんうん、それをあのここ通ってる人たちみんながクラゲだったら、それはやばい、絶対面白くない。水族館みたいになってますね。絶対面白いと思ってぜひみんなに購入して使ってほしいですね。でもそれもあれですよね、なんかちょっとそういうの持ってなさそうな人が持ってたらちょっとギャップで可愛いんだったよね。みんな持ってほしい。みんなみんな海の生き物で行きましょう。そしたらもう地球水槽みたいな感じだから。ギャップもええですね。あゆみちゃんなんかありますか？私は、うん、最近 YouTube 始めたんですよ、うん、おうおうおう。で YouTube 開設して、うん、でなんか最初は、うん、YouTube って企画ってイメージが多かったから、はい、企画何しよう何しようって始める前からいろんなリスナーさんとか、うん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 、ファンの方とかが聞いて、うん、今夜やったし今夜やったしっていうのを言われたのとかを、うん、こう考えてたんですけど、うん、いざこうやるってなったら企画の方がむずくてやるっていう時間もかかるし編集も時間かかっちゃうんで一人でやってるんで、うん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 、すごい全部なんで、もう日常的なやつを載せた方が、うん、やっぱりなんかファンの人も日常的な自分を見たいだろうなって思うんで、うんうんうん、なるほど。なんかもうがっつりあの私生活をさらけ出して今やってて、もう見られちゃってますね。本当に常にカメラ向けられてるみたいな、本当になんか結構ズボラなんですけどそんなとこもなんか見られちゃってして料理配信とか配信じゃないか、なんかそれもなんかやりたいなと思って、楽しみですね。皆さんぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。もう宣伝に入ったな。宣伝にちょっとここまでとか言ってちゃここまで、はい、さっき話してたんですけど、うんうん、お引越し考えてるとか。あ、そうなんですよ。なんか引っ越したくて仙台に今宮城に住んでるので、うん、通うってなるのも大変だし結構しかも渋谷トーキング参加してます、ね、そうなんですよ。結構毎週出させてもらってて、うん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 、大変なんで、もう結構でも物件とか見てて、うんうんうん、仙台とかだと値段的にもこのぐらいで住めるけど、うんうん、こっちってなると同じ値段で同じ条件って結構厳しくて、確かにそうですよね、何かを削らないといけないってなると
なんか削るなら何を削りますか。なんだろう、悩みどころですよね。ここでも削る、でも厳しいっすねじゃあ優先順位的なもの、でもお風呂とトイレは別であってほしくて、あと女の子なんで2階以上のとこがいいなっていうのと、なんかつまあとは結構こういう時期とかに洗濯物とか乾きにくいなって思うので、浴室暖房欲しいなとか、いろいろ条件増えたらもうなんかゼロ系のくなっちゃう、今実家かな一人暮らししてますよ。あ、そうなんや、うん、実家並みのさ条件じゃない実家って住みやすいんですよ。やっぱ住みやすいんだな、都内でると。結構離れちゃうとね、あるんで、なんかもう本当にそれに慣れちゃいすぎて、多分こっちでさ、その条件の同じまんまやっちゃうと結構本当になくて、ない本当にこの狭さでこれみたいなとか全然こっち広くてあるのにみたいなあるんで。なんかいつぐらいに引っ越すんですか。でも友達曰く8月前に決めた方が良さそうだよみたいな、でなんかそういうなんかいろいろそういう詳しい子がいて言ってたので、そのぐらいって思ってたんですけど、関東の8月暑くて結構しんどいなと思って、ね、ちょっと関東の夏暑いかどうしようかなっていう、そこで悩んでる、なるほどなるほど、私も今ちょうど引っ越し考えてて、で9月で更新だから9月末まで入れるんだけど、あのネット情報で9月はあんまり縁起が良くないと書いてて、そうなんだ、そういうのめっちゃ信じちゃうタイプなの、そうだからよし9月はダメだと思って、もう先に決まる前にあの8月退去しますやばいやばい出しちゃいました。はい、てな感じで、はい、これからも進めていきたいと思いますまあいいところで本日1曲目の曲をお送りしたいと思います。今日はジェード特集です。それでは聴いてください、ジェードでドリーミン。「君
聞きいただいたのはジェードでドリーミンでした。それでは次のコーナーです。いきます、むちゃぶりフリートーク。はい、どうもなってた芸術の入りみたいな。どうもーって M1 始まったかと思ってた。毎回むちゃぶりって言ってるけど、そこまでむちゃぶりじゃないなと思ってるんですが、確かに今日はどうなんですか。今日のお題は、うん、この前あのダンサーさんと話してて、もうすぐ夏がやってくるということで、あの屋台が夏祭りとかいっぱいやってくるじゃないですか、はい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 、で屋台がいっぱい来ると思うんですけど、うんうん、その中でもその中でも一つだけ食べれるとしたら何を食べますか、うんうん、っていう。あ、そういうことか、はい、なるほどな。僕あの自己紹介してないんだけど。あ、ごめんなさい本当だ、超すっとしちゃったあともう一個言わせてもらうで、はい、もう一個言わせてもらうで、あの、はい、オープニング間違えてたやろえ、オープニング初めて聞いたよ。ブースの人、ブースの人がまだですってフライングしちゃった、フライングしちゃったただね、それはね、こう台本見たらね、こう順番逆に書いてあんのよな、これな。あ、それはもうしょうがないなっていうことで、ごめんなさい、自己紹介、自己紹介。ごめんなさい、はい、自己紹介お願いします。はい、渡辺希美と言います。サンオフィスに役者として所属しております、うんうん。最近は配信で頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、もういろいろびっくりしちゃって、もうなんか一回話聞こうってなっちゃって。いっちゃかめっちゃかなっちゃいますね。はい、何ですか、テーマが。もう一回言ってもらっていいですか、はい、テーマは。何でしたっけ、ね、テーマは、うん、夏祭りの屋台で一つだけ食べれるなら何食べる。いやー、これは難しいなんか必死になっちゃってんだよ、こっちもちやばいやばい。いや、なるほど。これ僕からってことですかね。はい、ね、お願いします。なるほど、夏祭りで一つしかもう買えないんだ、うんうん、はい、買えないんだ、なるほどな、なんだろう、何を。でもたくさんありますよね。でもあのやっぱ最初に食っちゃって、うん、で、うん、もうなんかあとはただ眺めるだけだと寂しいから、まずは耐えるよね、うんうん、まずは耐える、まずは耐える、まずは眺めて、そうそう、ただ歩いてお祭りを楽しんで、うんうん、で、締めに焼きそばかな。あ、焼きそば、自分も今焼きそばって言おうとしたから。あ、着替えますね待って、着替えますね。焼きそばやんな、やっぱな。絶対焼きそば。ねえ、焼きそば。でも小さい時は、うん、かき氷とか、うん、それだったけど、うん、今でもお祭りとして屋台を買うってなって焼きそば買っちゃう、うん、オンリーでいいの。いや、オンリーって話だからさオンリーだ、オンリーだけど焼きそば焼きそば、焼きそば、焼きそば。だから他のはなんか食った気せんやん、だって、うん、なんか屋台感があの焼きそば、なんかあのすなんかあのパックに入ってるのが、うんうんうん、食べたくなっちゃう。そう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 、あの生焼けのキャベツとかな、あの芯が残ってる感じをなんか屋台感がある。そうそう、屋台だとこれがいいのよみたいな空気にしたいのよ、うん、そうそうそう、なるほど、なるほど、うん、もう焼きそばはもうそういう意味ではね、うん、あのもう茹ですぎやろみたいな麺やったりとかねなんか目の前作ってくれた感じとかね、うん、あ、そう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 、確かに、笑顔でね、それは確かに、うん、まずいとは決して言えないおじさんいらっしゃって、そんなこと言っちゃダメです。あ、そうです、ごめんなさい、美味しい、美味しい、美味しい、ね、何でも美味しいってどうなんですか、うん、逆にね、私はもう絶対冷やしパイン。え、冷やしパイン、それってあるところないところありますよね冷やしパイン、僕出会ったことないもん。出会いもないです、今回。待って待って、何、冷やしパインってなんだよ。だって冷やしてるパイン、うん、冷やしてるパイン。え、でも自分パインが凍ってる。え、屋台にある。うん、え、それはなんかあの細長いやつ、串に刺さってるやつ、串に刺さってる冷やしてるパイン、うん、冷やしパイン。給食でしか見たことないです。給食で見たことあんの自分の地元は給食で丸いパインが、うん、あの袋に入って、うん、夏になると出るんです、うん、あった。あー、なんかあったような。まあまあまあ、でもでもそれしか見たことないですね、うんうん、冷やしパインは。え、なんで冷やしパインが一番いいの。うん、なんで。絶対だって暑いじゃん、外。いや、暑いけど、暑いから。うん、パイン、フルーツ大好きだから。あ、フルーツが好きで。そうなので、暑いから。暑いから、冷やしパイン、うんうん、かき氷とかではない。かき氷ではないでもどう、冷やしパイン1本買ってっての寂しくない、だって、うん、うんうん、元気違うよ元気は元気なんだよ。元気出る。別に元気ない時
時は冷やしプリンあげれば元気になるそんな猿みたいな扱いしたらあかんやろ。餌あるよ。ほらって言って喜びます。あでもただそれね、それで元気になってたらちょっと可愛いは可愛い落ち込んでる時はみんな冷やしプリンあげてくださいもらいます、喜んでもらいます夏祭りとか行きますか？だって最近今は予定はないかな、あります、うん、でもないんですけど、もめっちゃ夏祭りで印象あるのが、うん、おばあちゃん家の近くに、うん、あの駐車場の一角でやってた地元の祭りみたいなのがあったんですけど、うん、あはい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 、でそこでなんかスイカ早食い競争があったんですよ。へー、あーなるほど。で、うんうん、お兄ちゃんいるんですけど、うんうん、お兄ちゃんとうちでめっちゃ競ったんですよ。カリカーなんか本当に芸人みたいな食べるんですよ。タレなんてもう飲み込んじゃってみたいな、うん、で、それで自分お兄ちゃんが1位で、うん、うちが2位だったんですけど、うん、あ、そうすごいだったんですけど、その当時は種を飲み込むと、うん、お腹からスイカがなんかあーはい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 、はい、そういうなんか信じてたんで、その後結構なんか自分2位だったけどちょっと落ち込んでたイメージだったお腹からスイカできちゃうみたいなあれちょっと信じてたあれは、うん、かわいいなんか水飲んだらやばい、なおさらやばいみたいな、あ、水で育っちゃうなるほどね、困るもんな、中でスイカができたらな、はい、うん、ありましたわ。虹は渡れるを信じるタイプですねあーはい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 、届きそうみたいなありますもんね、うん、あるあるあるありましたわ。そうか、スイカ、え、みんないっぱい出てたの、それは。あ、そうですね、いろんな人が出てて、いろんな、なんかまあ子供たちが出てて、うん、とかあって、でそれがおばあちゃんのとこの地元、地元というかおばあちゃん家の近くなんですけど、うんうんうん、自分の家の近くだとラムネ一気飲みとか、あとなんか大人だとビール瓶ビール一気飲みとかビール一気飲みやべえなありました。今コンプラ的に多分流せないやつですそうですね喜んでやりそうな方が外にあらあら、もうやりたそうな目でじゃあちょっと今やってもらってとか今やコンビニで買ってきてもらってやだよ、それでなんか倒れたりしたらどうすんのだよ飲みもほどほどに、うん、ね、大食いはでもちょっと楽しそうだよね。確かに、ね、楽しそう、うんうん、まみちゃんとかなんか結構食べるってなんか言ってなかったっけ。私食べるんですけど、うん、最近はだいぶ減りましたね。へ、うん、ちょいちょい減ってきて。え、なんで減らしたん。なんで、うん、なんでなんでなんか理由あんのかなと思ってなんで、特には何もないけど。え、何系でなんか食べるのが好きなんですか。その辛いものとか。辛いもの食べれない。逆に甘いものとかめっちゃ大好き。甘党なん。甘党、超甘党。おすすめのやつとかあります。おすすめ。あ、おすすめのスイーツ、うんうん、はいはいはい。すべてでってこと。すべて雑食人間なんでちょっと難しいです。なるほどなるほど。なんか新作手出したとかじゃないんですね。新作あ、でもファミマのスイーツはよく手出して、あー美味しそうやね。あの冷蔵庫みたいなところにあるやつ。そう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 、うんうん、あの芋のモンブランとかめちゃくちゃおすすめです。あるやんあったおすすめ。それない雰囲気であった。いや、ないのかってずっと思って、うんうん、いやでもあってよかったよかった。確かに確かに、よかったです。よかったです、ね、はい、トークテーマはもう一個いきますか。時間来てますか。はい、そうですね、ちょっといいところで、あ、よかった。本日の2曲目いきたいと思います。はいはい、それでは聴いてください。ジェードで君だけのコリドの中で立ち尽くしてる君の姿が、まあ
お聞きいただいたのはジェイドで君だけのコリドーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います、うん、続いてのコーナーはマミの知らない世界。おイエーイ、聞いたことある、なんか聞いたことあるこのテーマトーク何ですか。はい、こちらのコーナーは以前にも企業の方やアーティストさんなどのお客様をお招きし、お話を聞いたコーナーとかもありましたが、今回は新コーナーで、こちらは MC の私含めて、なかなか関わることが少ない企業様や他分野で、他分野で働いてる方にお話をお伺いして、知らない世界を深掘りしていこうじゃないかっていうコーナーでございます。いやすごい、これはね、珍しくためになりそうな、はい、ね、お勉強の回、お勉強の、お勉強までいかんでいいと思うもうきっと多分私、ハテナハテナハテナがいっぱい出てくるかもしれないんですけど、フォローよろしくお願いします。楽しくやっていきましょうね。じゃあ早速、はいはい、渡辺さん、ゲストの方をご紹介お願いします。はい、本日は合同会社文字ラボの代表社員大木理香さんにお越しいただきました。それでは簡単に自己紹介お願いいたします。はい、本日はお招きいただきましてありがとうございます。合同会社文字ラボ大木と申します。私の仕事はセールスライターといって、うん、紙の上のセールスマンと言われるような、うん、まあ、あのセールスマンというと一般に、ね、営業をする人っていう風になると思うんですが、それを紙で行うということで、まあ、あの、うん、お手紙、まあ、ダイレクトメールのようなものだったり、うんうんうん、ウェブの広告だったりとか、うんうんうん、あと、まあ、メールが来たりとかもすると思うんですが、うんうんうん、そういった文字で、セールスをする人と思っていただければと思います。すごい、文字の苦手そうなお二人ですけども理解できた、すごくわかりやすかった。あ、よかった、さすがですな、すごくわかりやすかった。さすが、なんか説得力がありましたな、すでにな。多分合ってればなんですけど、あの、はい、インスタとかの DM で来るような、これやりませんかみたいな。あ、そうですね、それも、はい、含まれます。すごく、うん、今時ですよね。あ、素晴らしい、ね、うん、理解できてそう、理解できてる、嬉しい、うん、じゃあバンバン進めていきますか、この確かにね、まあ、はい、少し分かったんですけど、うん、さらに気になることもたくさんだと思うので、はいはい、いや今日いけそうだね、うん、ね、うん、ということで、あの、質問をいくつか用意しておりますので、はい、お伺いしていきたいと思います、はい、はい、何かあゆみちゃんありますか。もうでもその、うん、自分あんまりどういう仕事か分かってなくて、うんうん、なんか今そういう DM のやつとかもそうなんだと思って、うんうんうん、知って、でもそういうのってなんかちょっと頭よく見せようとしてね、多分ね逆に絡まってるの、素直に聞きたいこと聞きなよ。でもそういうのってなんかやっぱ部署でそういうのがあったりとか、そういうのがあるんですかね、なんか分かんないですけど、なんかその全然その、うん、コピペしてやってんのかなとか、あ、いろいろなんかその同じようなのを送ってんのかなとか、うん、今一個一個考えてやってんのかなとか、うんうん、あ、じゃあ実際の業務どんな感じなのかを聞いてみたいってことなのかな。そうですね、あのさっき言ってたダイレクトメールみたいなもののお仕事っていうのは正直少ないは少ないですね、うん、どちらかというとそのクラウドファンディングとかっていうような長い文章だったり、うん、みんながお化粧品買うときにネットで検索するときに、うん、まあ、あのいろんなページ出てくると思うんですけど、うん、そういうページを作ってるっていう方がイメージが強いかなと、うん、でただそのダイレクトメール、あの DM とかの文章もお願いされることはあるんですが、うん、DM の場合はコピペで送られても皆さん反応しないですよね、はい、なので、ここはちょっとその人に合わせて変えてくださいねっていうところを置きながら、その前後とか、言いたいことの内容で DM でやたら長い人とかいるじゃないですか、何が言いたいのみたいな、で結局企業さんが自分で やろうと思ったらつい長くなってもう誰も帰ってこないんですみたいなことがあると、それをちょっとぎゅっとまとめて、これでここだけちょっと変えて送ってくださいねみたいなことを言ってる感じですね。すごいすごい、あの添削的なことを、ね、そうですね、それもありますね。その送る相手っていうのはもともともう知らない相手に送るんですか。知らない時もあります。あのメルマガみたいなものだ と何万人もいるので知らない相手だったりはするんで、あの DM とかだと大体どの人って分かってるので、はい、特徴をつかんでみたいな。すごい、その大木さんがその仕事で文面書くときに、はい、伝わりやすさっていうのがさっきありましたけど、なんかそれで気をつけてるところとかあるんですか。はい、うん、あ、でも、まあ、文章の綺麗さっていうよりも、うん、まあ基本的にはラブレターだと思っているので、はい、あの相手のことをよく調べて、
相手が好きなものっていうものを選ぶっていう感じですね、うん、でも確かにこっちのことに興味があるんだって分かった時と、うん、多分ないんだって思ってしまった時の食いつきはもう全く違う、うん、そうなんですよね。ラブレター、いい言葉、うん、そういうののお仕事のやつしてて、はい、職業病みたいなのってあるんですか？あなんか気になっちゃった。若干斜めな方向なんだよね。まあ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 、ちょっと気になっちゃった。あとなんか出ますか、職業病って言われてるんですけど。結構自分がストーカーみたいになる時があって要は何かをこうお客さんにこの人に売りたいとなったら、その人をやっぱ調べるんですよね。で、そういうネット検索も含めて、その人が何してるのかとか、その人こういうことが好きな人はもうこういうものが好きなんじゃないかとか、いろんなことを調べ始めるんですけど、それを個人の人にやったらただのストーカーだなと思っていて、でもたまにすっごい気になる人とか、なんかこうこの芸能人気になるとか、スポーツ選手気になると思ったら、めちゃくちゃ検索してて、自分がすごい怖くなる時があります。やばいやばいやばい、これはプライベートだったと思って。やっててなんかもう飽きたりとかしないんですか？飽きはしないですね。なんか人間いろんな面があるなとか、ちょっと人の黒歴史を覗いて、とかして。でもなんか好きな人に対してそういうのなんかあります、はい、推し活とかもそうですもんね。そういうのと似てますよね。似てます似てます。だから推し活みたいなものですね。そのまあ、だから仕事なので当然自分が好きじゃなくてもやらなきゃいけない時っていうのはもちろんありますけど、まあ基本的にはこうこの人のこれを推したいみたいなところで、じゃあどうやったら推せるかな、どんな人に買ってもら推してもらいたいかなとかって思いながら調べる感じですね。あ、なるほどね。だから相手のためでもあることなわけだから、そこはね、だからやってほしいっていう気持ちをって考えたら、確かに推し活と本当に似てるんだなって。そうなんですよ。相手のことをよく見てるからこそ、あのプレゼントとかめちゃくちゃ喜んでもらえそうですね。プレゼントとか調べるときに皆さんすごい考えるじゃないですか、相手の、うんうん、それがすごく大事なことなので、うん、あ、なるほど。僕のイメージより全然こう相手のことを想像したりとか考えたりっていう仕事なんだなっていう感じですね。今携わってる案件とかは、はい、サンオフィスさんのお仕事にも今携わらせていただいていて、はい、佐野茂樹さんの復活の、クラウドファンディングを今やってるんですが、ね、うん、はい、そちらの文章とかも書かせていただきました。あ、そうなんですね。その時はどういったところから取っかかりはあったんですか？そうですね、もうあの遠宮社長の思いっていうのが一番大きかったかなとは思うんですけど、うん、佐野さんになんとかあの復活してほしい、明るい前向きになってほしいっていう気持ちがすごく強くて、まあ、こういう有名人とかがやると炎上するかもなっていうリスクは多少もともとあるんですけれども、うん、まあ、それでもそれあの佐野さんを世間から忘れられないようにとか、世間の皆さんに何とか今の現状を知ってほしいなとか、うん、そういったところをすごくこうタレントさん思いなあの話を伺って、うん、あ、これは一緒にできたら嬉しいなと思って一緒にやらせていただきました。そうなんですね。心がほっこりしてる今すごくそうですね、佐野さんね、僕も現役時代っていうのはそこまで、あの、か、うん、なんでしょう、かぶってないというか、うん、マスターズとかので見るぐらいだったんですけど、その人柄だったりとか、あと仕事ねされてるところ、うちの事務所の仕事されてるところに僕がいたりとかっていうことがあって、その応援したいと思わせる人なのは間違いないなっていうのは僕もあったので、なんかそういう思いが多分社長から、ね、大きさに伝わってるのかななんて思うと、うんうんうん、一番長いですもんね、のぞみくん、サンオフィス。あ、サンオフィスの始まった時から言いますね。そうなんですね。だからいろんな入れ替わり見てる中で、佐野さんは付き合いというかつながりの深い方だなというふうに感じているので、うん、だからこれが、ね、ここのなんですか、ここを通してちょっとね、そのクラウドファンディングがなんか広まればいいなって気持ちもちょっとあったので、今回の時間はちょっとありがたかったなっていうのはありますね。すごい興味津々でしたもんね。そう、確かに今日すっごい楽しみなんだけどいや、そもそもライターもね、ほら僕やってたから、うんうん、言ってましたねさっき。で僕の場合は何でしょう、あのインタビューを記事にするみたいな、うん、すごい。そうだから、あのまとめるっていうところと、あと近いなと思ったのは、うん、やっぱ相手が伝えたいことを
と相手が言ってることってちょっと違ったりするのよ。綺麗に言葉にできるわけじゃないから、だから相手のことを考えて何が言いたいかっていうのを綺麗にまとめるみたいなのがあったので、あの本当に共感できる話で、うん、なんかその辺もなんか間違ってなかったのかなと思えたりとか、本当にいい話聞けたなっていう感じです。いやでも日々まだ勉強中です。共通点ありますね。あの髪色に洋服に見たりだし、そうなんです、どうしてもあの髪色になりたいってなわけないやろ。揃えてきた。急に話の偏差値下げたな。いやでも本当に素晴らしいお話でしたね。なんか他に気になること的なの、ちなみにきっかけってどのようなきっかけだったの？緑にしたっけ？あ、じゃなくて、お仕事。面白いこと言うな。それも気になりますけどね。確かに気になる。そうですね、もともとネットショップとかで、商品の広告に携わってたりとか、その前あの人事だったりとかで採用広報とかをやってたりしたので、そういったところでこう、人を集めるための、文章というのは結構、キャリアの中でずっと携わってきたというところから、ちょっとあの子供がいろいろあったりして、家でできる仕事をしようかなと思った時にフリーで独立したっていう感じですね。すごい、フリーで独立だって字書くってだけですもん、基本的には、ね、そうですね、それを家で独立して仕事にしていくってすごくない？すごい、かっこいいね。え、うん、まあやってれば意外とできる。じゃあ今度ちょっと教えていただきます。ちょっとマジ書けない、私たちには難しいかもしれないね。勉強が一回必要ですね。大丈夫ですか？ファンの方をね、こう引きつける魅力がある方は大丈夫だと思います。いつもありがとうございます。この場を借りてね。ちなみにこう私的にすっごい気になってたんですけど、はい、今後お仕事通してやりたいことだったり、うん、叶えたいことって何かあるんですか？うんうん、そうですね、いつも言ってるのがチャレンジする人を応援するっていう、ライティングというのをしたいなと思っていて、うんうんうん、私自身が今これにチャレンジしたいとかっていうのはちょっとあんまりもともとないタイプなんですよね。うんうんうん、でもあのやりたいことがあるけど言語化できないとか、うんうん、自分で言葉にできない人ってやっぱり世の中たくさんいらっしゃるので、うんうんうん、であれば私がそこを言葉にすることで誰かのチャレンジを応援できるのかなと思うと、うん、はい、嬉しいなと思いますし、うん、まあ、こういった、私だからもともと多分推し活的なものが好きなんですよね、ずっと、はい、まあ、さっきちらっと出ましたけど、この緑のところも、うん、私ずっと東京ヴェルディのファンで、うん、はい、ずっとあんまり今年やっと J1 に16年ぶり上がったんですけど、うん、もうずっと J2 で頑張ってたので、うん、そういう時にこうずっとそういう人たちを応援するのが好きなので、うん、あ、なるほど、髪の毛ヴェルディ、そうです、ヴェルディの緑です。ヴェルディ意味がありました。すごい。すごい、ちゃんと一貫してるな。すごく意味があったから多分先に出てきたんだと思う。きっかけ、きっかけのところで出てきちゃった。どうしかな、言いたくて多分出てきた。ヴェルディのことで言わなきゃ。お前が推しの選手いますかとかね。そしたら僕これ聞いてみたいですね。趣味特技は何ですかっていうのは。あ、でもその本当サッカー観戦が好きですね。うん、はい、これもそうなのか。そしたらリラックスしたい時やストレス発散に。それはですね、お酒飲んでることですかね。あ、お酒好きなんですか。そうですね。どれぐらいのペースで飲まれるの？でもたしなむ程度で、うん、はい。あ、じゃあはい、お酒飲んだ後に。はい、ちょっと執筆活動をして、はい、朝起きて、はい、なんだこの文章ってなったことないですか？めちゃくちゃあります。よかった、めちゃくちゃあります。ありますよね、はい、夜書いたものはね、朝見ると恥ずかしいって。なんかの気分が乗ってすごいこと書いちゃうのよ。飲んでるとね、テンション上がってね。そうそうそう、で言ってもねえこと書いちゃったり。本当はこんなこと思ってないのにとか。あ、そうそうそう、なんかかっこいい人間が出来上がっちゃって、ね、すごい、もうドラマチックに。ちょっと臭い言葉言えちゃう。そう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 、なんかね、ちょっと、ね、ブレーキが外れちゃうんですよね。そう、抑揚つけちゃったりして。夜はダメって言いますもんね。そうなんですよね。何回もやっても抹茶やっちゃうんだよね、あれ。ノート書いちゃうね。夜の方が書きやすいのはありますよね。そう、でもなんかそう書くテンションにはなるんですよね。すごいですね。まあ、でも結構その夜じゃないと出てこないテンションもあるので、それを書いて朝ちょっと恥ずかしいところだけ削るっていう方が、そうそう、いい塩梅になる時ね。わかります。そうか、そうか。昼間ずっと考えてても思い浮かばない時はもう夜酔っ払ってやってる方が、誤字脱字も多いしおかしなことも多いですけど、まあ、修正できる、何も出ないよりはマシかなみたいな。そっかそっか、効率的だ、すごく。いやー、よかった。みんな共通なの。でもなんか一つ気になったのがあって、はい、その今 の, その仕事をやってなかったら何をやってたんだろうと思って、あ、なるほど、それもな気になって。
うん、どうでしょうね、普通にサラリーマンやってたんじゃないかなと思います。あの仕事はずっとしてたかなと思って、あの1回だけに3ヶ月ぐらい、専業主婦をやろうかなと思ったんですけど、だから家にいると何もできなくて、でなんかこうエアコンつけるのは申し訳ないなと思ってしまって、ちょうどこのぐらいの時期に一人で、ね、家で熱中症で倒れるとかっていう、まあ、よくわからないことになったので、あ、やっぱ仕事しようと思って、なので多分仕事はしてると思います。でもこれね、言葉伝えるのがもともとね、レベルの高い方だから何やってもね、なんかできそうな感じではありますもんね。そのスキルすごく欲しいです、私も。大丈夫じゃん、もうこんなにも引きつけてますから。でも仕事が好きなんですね、そこまでずっとね。そうですね、好きですね。そんな感じでしたね、なんか何かしてるのかっていう。そうですね、ね。ありがとうございます、うん、まだまだ聞きたいことたくさんなんですけど、そろそろお時間ということで、あらあっという間、大木さんとお別れとなっちゃいます、最後に何かお知らせやリスナーの皆様にお伝えしたいことがございましたら、大木さんよろしくお願いします。はい、先ほども申し上げましたが、佐野茂樹さんのクラウドファンディングで参加、挑戦中ですので、皆さんぜひキャンプファイヤーというサイトをご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンプファイヤーカタカナで検索、はい、キャンプファイヤーを見ていただければ大丈夫です。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それでは最後の曲いきたいと思います。最後の曲はジェイドでラブハオパラダイス。
お聞きいただいたのはジェードでラブハオパラダイスでした、うん、そろそろエンディングが迫ってきましたので、皆さん告知等ございましたらそれぞれお願いします。えみちゃんから。はい、お、はい、現在私はインスタ、X、TikTok と、あと今は6月から YouTube も始めました。と TikTok と X は、うん、と投稿が12時に毎日上がってます、うん、と TikTok の方はと夕方と深夜の時間帯の2部制で、うん、と配信をしてます。投稿の方は12時に上がるので、ぜひとストーリーとかを確認して見てくれたらなと思います。とあと YouTube の方もショート動画とか、いろんな企画したりとか、自分の日常的なのを載せたりしてるので、よかったらちょっと意外な面とかも見れると思うので見てくれたら嬉しいなと思います。全部渡辺歩美で検索すると出てくると思うので、よかったらチェックお願いします。お願いします。はい、ということで月原賀が告知させていただきます。私の所属するジェイドっていうアイドルグループが、7月からライブの活動を休止しちゃうんですけど、そのラストライブ、活動休止前ラストが6月30日日曜日11時15分から五反田 G3 さんにてライブがございます、ぜひぜひぜひというよりも来てほしい、からぜひお待ちしてます。と7月6日土曜日に19時からメンバーの奥本葵と七夕パーティーを目黒のスタ小屋にて開催いたします。ぜひ浴衣姿でお待ちしていますので来てください。はい、とこの後ラジオ放送後はチェキ会もあるので、そこのフロントにてチェキがあるので、ぜひ一緒に撮ってください、お願いします、はい、はい、はい、渡辺のぞみです。ただいま配信を頑張っております。ひらがなで渡辺のぞみで TikTok で検索していただけたらと思います、そしてですね、配信頑張った、こともありまして、オフ会の開催が決定いたしました。嬉しい、ナイス拍手、ナイス拍手9月29日なのでもうちょっと先なんですけど、チケット発売が7月中にやるということなので、そんな知らないよっていう人来て大丈夫なんで来ていただいて、自分の推しのことをね、僕から聞くっていう手もあるよ。逆にね、逆にね、誰をしてますかみたいな、あとは僕のコネを使って客に紛れ込ませて呼ぶとかね、ちなみにこれやったら本当に社長に怒られますということです。はい、ということでした。皆様ぜひよろしくお願いいたします。どんなことやるとかも決まってるんですか。そうね、やっぱ男たるもの脱ぐかな、あーちょっと着たいとかないごめんなさい、ね、嘘です夏来るんだけど夏来るんだけど期待しようね。バキバキなのをちょっと期待して、ちょっと、この辺絆創膏でなんとか大事ですかね。でも弾き語りをする予定ではありますね。あーすごい、っていうのもありますね、ちなみにどんな浴衣着るんですか。どんな浴衣、うん、ちょっとまだ開いてないです。開いてないそうそう、ちょっと今日あたりで試着しないとやばい。そう、はい、ということで本日の放送はこれまでとなります。はいよ、最後にスタ小屋さんから告知させていただきます。目黒駅から徒歩1分のスポーツライブバースタ小屋さんでは、プロ野球もシーズン中ということもあり、毎週野球観戦イベントを開催しています、毎週水曜日はアイドルグループ一家団らんがスタ小屋に来て一緒に応援できるイベントをしております、放映する試合内容は公式インスタグラムや X などでお知らせします、また毎月何かしら楽しめるイベントを開催中なので、 SNS をぜひチェックしてみてください。はい、はい、この野球観戦のやつ僕行ったことあるよ。あんの、めちゃめちゃ楽しいよ。お酒を飲みながら野球を見て、一球一球に対してうわーとか押しながら、あ、下小屋にってことか。そう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 、野球は好きなんですか。野球割とね好きなのよ、見るの。別に詳しくはないけどね。どこファンとかですか。あ、ないないない。あ、ないないですね。そう、日本シリーズとか見るぐらい。この前までジェイドもしてた。
あそう配信をそう、うん、わかんないけど、うん、誰も知らない状態でそう誰も知らない状態で野球そ、ね、そうだからどうすんのファンの方々が来ていただいて、うん、教えてもらいながら徐々にみんな知識をつけていくっていう、なるほど、あそうすごかったんだみたいな、なんかそうあここが面白いのねみたいな、大体外人さんの名前しか覚えない私あなるほどカタカナでね覚えやすいはい、ということで視点がちょっと違いますよね皆さん今日は楽しんでいただけましたでしょうか。楽しかった、うん、次回放送は7月12日金曜日17時からとなります、うん、出演後は追って公式番組 X より発表させていただきます、うん、ぜひ楽しみにお待ちください、うん、本日当番 MC は原賀真美、そして渡辺歩美、渡辺のぞみでした。スタゴヤプレゼンツ渋谷トーキング、それではまた再来週お会いしましょう、うん、せーのバイバーイ。バイバーイ。